はい、どうも、ムンです。今からね、約5ヶ月前にね、ここ、爪のね、内出血したんですよ。レンガブロックをね、持ったままレンガブロックの顔にゴーってぶつけてね、それをね、ミニルーター使ってね、無理やりね、直すっていうね、この動画を上げましたけど。熱い。これ血固まってるな、もう。開いたわ。完全に固まってます。開いてるね、完全にね。はい。あれからね、約5ヶ月経ちましてね、完全に治りました。完治しましたよ。これね、完治しました。そのね、5ヶ月の間に、毎週火曜日、欠かさずね、顕微鏡で治っていく親指の写真をね、撮り続けましたんで、それをね、順番に流していけばね、アニメーションみたいにね、爪の内出血がね、治っていく過程をね、見ることができるんでね、ちょっとね、繋げてみました。それでね、爪の内出血が治る過程をご覧ください。どうですか、苦節5ヶ月。ね、爪が、根元のね、せっかく血腫がね、治るのに5ヶ月かかりましたけど、それよりもね、5ヶ月毎週ね、写真撮り続ける方がね、結構大変でした。こんな感じでね、親指の爪はね、約5ヶ月で生え変わるんですね。よかった。やっと治った。長かった。今回はね、爪の内出血のね、治療の結果報告みたいな動画になりました。というね、簡単な動画ですけどね。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。